はい、こんにちは、チモゴキラでございます。なんとなんとなんと、からはじきしてるではございませんか。バレどこ行った、あれこっちになんかみたいな。見てください、これ完全に食い散らかされてますね。この鹿食べたイノシシ誰ということでね、またここにからはじきしたところに再設置して、こいつを餌にしてイノシシ捕まえます。僕、はい、こんにちは、チポーキラです。本日はですね、1月の16日でございます。ちょっと何日経ったかわからないんですけども、なんとですね、今日見回り来ましたら、はい、じゃ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 んということで、はい、こちら、うわ、ぶねえ、怖い、怖い、いやー、怖いですね。はい、イノシシさんが取れてます。鹿のね、死体の付近に仕掛けたとこじゃなくて、1個手前のね、2箇所目の根付けをね、根っこに取ったやつにね、はい、根っこに引っかかっております。てな感じでね、犯人はイノシシさんでしたということでね、こいつは、はい、僕が生け捕りにして、かわいそうですが美味しくいただきたいと思います。それでは生け捕りしていきます。はい、ってな感じで生け捕りね、無事成功しました。ってな感じでこの山では、鹿が1頭、取れて食べられて、2頭目がイノシシですね。で、まあこんだけね、場が荒らされているんですけども、この山かなり濃厚なので、まだ残っているね、罠1個2個あるんですけども、それそのままにしておいて、まだちょっとかかるんじゃないかなということで、様子見ていきたいと思います。それではありがとうございました。はい、こんにちは、チポーキラでございます。本日はなんとですね、はい、皆さん見てください。ちょっと待って、助走つけるのやめてもらっていいですか。うおー、怖えー。すぐテンション高いんですけど、生け捕りの方やっていきます。おー、